皆さん、こんにちは。おはようございます。スプラトゥーン1がですね、もう、サービス終了するみたいなので、今回は、スプラトゥーン1のヒーローモードの方を、ちょっとね、最後にね、やっていけたらいいなって思ってます。なんかいきなり当たり目指令が、たたたたたって言ってるんですけど、壊れちゃった。なんか地震みたいになってるな。タコが来よる。なんか言ってるぞ。は取り乱してすまんかった。わしは旧カラストンビ部隊当たり目指令じゃ。いい目をしておる。お主のような若者を待っておったんじゃ。ハイカラシティのエネルギー源、オーデンチナマズが聞いた事件を知っておるか。町の者は誰も存在を信じるが、あれはタコ軍団オクタリアの仕業じゃ。キャッツら、100年前の大縄張りバトルのリベンジのため、オーデンチナマズを狙っておった。わしはずっとたった一人でキャッツらを見張っといたんじゃが、天日干しをしとる最中に、オーデンジナマズを奪われてしまったんじゃ。情けない。ちょっとさ、読んでるんだけどさ、ちょっとさ、聞いて。体調めっちゃ悪いんだよね、今。なんか、花粉症かわかんないけど、熱が出まして。38度5分。今。ちなみに今です。熱出まして。普通に、喉も、時々痛くなるから、喉飴とかお水飲みながらやります。はい。申し訳ない。なんか、本当はもっと体調がいい時にやりたいんですけど、今3月30日で、4月の1日に確かなくなるみたいなので、ここでやっとかないと、体調不良だけどやっとかないと、もうできなくなっちゃうのよ。だから僕は、やります。スプラ。これさ、読むのさ、体調的にもきついからさ、みんなさ、各自読んで。ごめんね。読みたいんだけどね、本当は。うん。水飲む。あれ？なんかいきなり着替えてるぞ。さっき若葉イカティだったのにね。ヒーロースーツもらいました。みんな知ってる？スプラ1。今多分みんなスプラ3やってると思うんだけど、歴史はここから始まったんですよ。で、電池ナマズってのがいて、そいつが取られちゃったの、タコに。だから今回はっていうか、取り返しに行くの。全部。あ、やばい。なんでこんなに、体調が悪い。で、なんでこのタイミングしかできなかったんだ、俺は。よろしくお願いします。ごめんなさい。スプラ1は、なんか、終わっちゃうから、こう、なんて言うんだろうな。サクッと行けるんだよ。まあ、でも最初だから簡単なのかもしれないけど、行きたいやんですね、これ。ふねちゃんはもうスプラ3も2もやっててうまいので、はい、ゴム投げて後ろにやってからはですね、すごい楽しそうでしょ。だって速くない？スペシャルもね、どっかで溜まると思うんで、ミステリーゾーンもどっかにあると思う。あれ、これ倒した倒した。戻りましょう。でもさ、ワンから始まったら歴史は深いよな。あ、待って、イカ登りできないんだ、これ。ほりゃ、登れない。ほら、これ倒さなきゃいけないのかな。ほりゃほりゃほりゃ。全員ね。全員倒した。オッケー。サクッとどんどん行っちゃおう。え、このイクラさ、なんか、見覚えあるよな。アーモアランで出てくるイクラだよな。ヒーローモードの、ここからあったんだね、これ、ほら。サモランのイクラじゃない？わかる？みんな、見た目。あ、で、ちなみにこれ鍵が必要で、ヒーローモード鍵が必要で、鍵持って帰る。この鍵持って、これ。ここね。はい。戻ってきたよー。この春休み中に俺は全部やるんだ。これ。どうすればいいの？なにこれ？なんかエレベーターみたいなのある。鍵を探すの。君が持ってる。違うな。ここら辺にあるの？あった！隠れてた。隠されてました。じゃあ鍵を。では鍵のところに行ってみたい。いて、強っ！強っ！待って、強っ！普通にやられたんだけど。鍵探せ。普通にやられた。むずっ。で、戻りましょうか。倒しつつ、なんかガトリングガンみたいなやつがやっちゃうかった。これね、ガトリングガンが強かったね。はい。はい。
これね、電池ナマズです。このチョコっぽいのに入ってるの。これを毎回取らないといけないんですよね。これ取り返しに行ってます、我々は。タコが取ってるからな。で、ちなみに俺、このヒーローモード、多分 3周目なんだよ。昔やったのと、今お水飲むわ。声がガラガラでしょ。もうみんな体調不良の時はみんなは真似してゲームしちゃダメだよ。俺は、もうサービスが終了するからさ、やりたいんだけど。しょうがない。必要投資。もう体を痛めつけてまだ俺はスプラトゥーン。スプラトゥーンで生かされてる。俺もうこんくらいは我慢しないとね。俺スプラトゥーンなかったら多分、ブータローでニートで、ゲーム実況者なんてニートなんだから。とんでもなかったよ俺。生きてなかったかもしれない。もうスプラトゥーンに生かされてます僕は。なのでもう愛を、愛があるんですこのゲームに。いけー、もう体調なんてどうでもいい。本当にヤバい時はやめます。何これ、なんだこれ、たこ焼きみたいな。本当にヤバかったやめるので。クリーナーがいる。クリーナーやられる。危ねえ。何だかさ、でもさ、ワンのさ、ヒーローモード、確かさ、短かったんだよね。なんかそんなに、そんなになんか長くなかった気がする。なんか2から増えて、3結構多いじゃん。要素も多いじゃん。ねえ、お試し用だったんだよ、オフライン。なんか、対戦をさ、繋げないとさ、ワイプ繋げないとさ、スプラッツでできないじゃないですか。あ、これ、これや。回線つなげないといけないんだけど、なんか昔は Wi-Fi 今みたいに主流じゃなくてさ、家にさ Wi-Fi ない家なんて結構あったんだよね。知ってる？あの生きづらい時代を。みんな知らないでしょ。今もうみんな友達とゲームできるけど、それは当たり前になっちゃってるけどさ、昔はね、一人でこうやってスプラトゥーンやるのがヒーローモードしかできなかった日っていう、もうなんかおじさんの発言してしまいました。うわ、あのたこ焼きは倒しづらいね。え、これさ、確かさ、なんかさ、あった、大砲みたいなのあって、これ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 、サモラの大砲もここから生まれたの。これ塗って、あ、上にいる、倒して、大砲無限に撃てるところ。オッケーオッケー。で、クリーナーに食べられる前に、はい、オッケー、登れ、もう登れ。オッケーオッケーオッケー、クリア。でも熱熱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 熱いな。で、ボスかな、確か。これが電池のでっかいな、予感が。あれ、まだか。このボスはもう一個集めないとできないのかな。じゃ、もう一個で探そう。どこだ、これか？やっちゃう、これ来た場所だ。あ、もう迷子。すでに迷子。これじゃね？これ、ボワーンとしてるんだよ、蜃気楼みたいな。この夜間探さないといけない。やばい。頭クラクラする。やばい。行くぜ！なんかヒーローモードの武器強化できたような気もする。あれって2だっけ？ 1 は、なんか、これ倒す必要ないんだよ。あー、むず。ちょっともう速攻行っちゃおっか。キャラコン、キャラコンで、レールはスプラワンからありました。スプラワンからこのレールはありましたと。こんにちは、こんにちは。完全に、おお、スーパーショット、気持ちいい。場所で敵を倒して、これスペシャルですね。スプラワンの今ウルトラショットだけど、昔スーパーショット、でもスーパーショットの方が強いんじゃない。ウルショよりスーパーショットの方が強い、実はめっちゃ強い。速攻来たぞ、敵を倒さずそのまま来たぞ。うら、チェックポイント、まだ最終チェックでもない。はい、
タケコプターよ。これタケコプターですよね。ゴムコプターかな。なんかいろいろやってくるやつ。あ、行けました。ナイスー。ナイスナイス。いいね。あ、体が熱いや。だー、ボスの夜間来たー。なんかこのシルエット見覚えがあるな。なんかスポンジみたいなやつがねいたんだよね。スプラ1のボスですね。さあやってきました。荒ぶる口のボツボツさん、いたー。見て、スポンジじゃないね、普通にボックスだ。アラブルタコブル。タコだ、タコが中に入ってる。あー、見たことあるでしょ、みんなこれ。うわー、懐かしい。普通に懐かしい。よけろ。で、これ上に登って、タコ足攻撃ですね。昔からさ、タコと戦ってるよな。今もさ、サイドオーダーとかタコと戦うし、最後オーダコと戦うじゃないですか。今ネタバレになっちゃうのね。オーダコと戦うんだけど、昔からタコと戦ったけど、イカたち。イカちゃんとタコと戦う。あ、登れた。これ難しいね、登るとね。え、待って、足かわいい。よちよちしてる。見た？この生足。この生足めっちゃ綺麗じゃない？うわ、つくね。足見たいな、俺。足フェチじゃないけど、俺足見たいな。見て。うわぁ、見てこの足、みんなバタバタした足。はっ、喉が、喉が死んでる。え、綺麗だな。また足してる。これ、はい、クリア。これクリア、3回倒すとクリアだよね。足やば。普通に。え、この回転するの？え、めっちゃ汗かいてきた。あー。ロキソニン飲んだんですよ。このままじゃいけないなと思って。熱が出たから汗かいて、治そうかなと思って、ロキソニン飲んで、今解熱してるんですけど、うまいこと、今、熱が出てきた気がする。おい、戦略タコツバ兵器まで。当たり目司令がなんか言ってね。引き続きよろしく頼むぞ。頼まれちゃね、仕方ないね。はい、まず1個目クリアしました。ミステリーゾーンも集めることができる。とりあえず今日はね、ストーリーの方をみんなに見せられたら、まあ、3度目なんだけど時々やりたくなるんだよな。来ました、新エリア。来たぜ、新エリア。来たぜ。あと6個だって。多いな、6個は多い。エリア何個あるんだっけな。 1,2,3,4,5 エリアぐらいあるんだね。はい、5個エリアがあって何回に分けようかな。で、最初さ、短いんだよな。少ないんだよな。わぁ、ここ速攻行こっか。うれ、うれ、あ、プロペラだ。ワンでもプロペラがありますよ、皆さん。ここもプロペラ、ここはプロペラの、あー、置いてかれちゃった。置いてかれちゃった。普通に置いてかれた。あ、もう無視します、無視。僕は無視です。無視です。危ねえ、死にかけた。危ねえ危ねえ今の。ちなみに僕好きな虫はありません。だから本当にセミもカブトムシとかも、子供の好きな虫とかいるじゃん、全部嫌い。足がいっぱいあるじゃん、虫って。それがね、怖い。足がいっぱいある生物怖いんだよ、なんか。わあ、大冒険、大冒険。これカリブの海賊やカリブの海賊。イエーイ。あ、そこな。最終チェック。あ、なるほどね。しっかりとプロペラで上がって、抜いて上がりましょうか。で、プロペラで乗ってくるのかな。あー、危ない。倒さなきゃ。
ガトリングガンは強いから倒せない。で、これどうすればいい？あ、だんだん近づいてるじゃん。オッケー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 。ちょっと待たないといけない。うわー、危ねえ。よし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 。このまま上がって。ナイス。ナイス。はい。オッケーオッケーオッケー。なんかちょろいな。まだね。そうだよね。まだ簡単だよね。よし。あと5個ですな。プロペラは、クリア。で、僕、探すのがめんどくさいんだよな。ダメだ、めんどくさいって言っちゃダメだ。大変なんですよ、探すの。ここないんかい。こっちは、あ、こっちありそうじゃない？あ、これ登れない。こっちありそう。あ、こっち絶対あるや。うれ。見つけた。はい。見つけた。よしよしよし。タコドレス系ですね。これは直せばいいのかな。うわ、懐かしい、タコドレスちゃん。懐かしい。うわ、昔のタコドレス。見て。ちょっとイーダちゃんみたいじゃん。ああ、強い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 。容赦ねえな。ちょっと見に来たら容赦ねえな。容赦がね。おお、倒しちゃった。衝動的に倒しちゃった。急に出てきたからびっくりした。衝動的にね。衝動的にな。これさ、なんかさ、タコ状態が気持ち悪い、確か。うわ、すごい頑張ってる。俺の場所わかるかな？わかってないね。キュウイゴム。当たってない。これだ。キュウイゴム。もう当たってない。これ。あららららら。なんだそのイカ状態は。え、すごい避けんのうまいね。これやば。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。死ぬ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 。な、なんだなんだ、追いかけっこした。周り塗っちゃった。すごい、ここなんかみかん入ってる、これ、もう。わー。もういいや、倒しちゃおう。もう君には飽きた。あ、てか、イカロールできないんだ、そうだ。最終チェックでーす。危ねえ、倒したよ。このまま上行って。これどうやって登るんだろう。これレールかな。レールだ。あー、外した。イエーイ、ナイス。ナイスです。いいんじゃないですか。調子がいいんじゃないですか。襲来タコゾです。あと4個ですね。こっちにもあるぞ。ほら。ほら。やった！今日はステージ2までちゃんとクリアするか。うん。よろしくお願いします。うわ、トルネードタケコプターだ。タコプターか。プロペラだ、あいつ。てか、ここのステージ知ってる？みんな。デカライン降下した。デカライン降下したらさ、そのうちスプラ3出そうじゃない？なんかスプラ2より出てないステージは出るみたいな。3出て。このデカラインとかが出るとか。しかも、改装されたのデカライン。あれ？これデカライン降下したじゃないな。これなんか、あれだ、チュートリアルだな。スプラ1のチュートリアルのステージだ。これ UFO が落ちてるぞ、これ。つらい気づいてる。これ UFO だ、ほら。おぉ、敵がいっぱい。見える？これ。なんかね、墜落したんだって。忘れちゃったな、話の内容が、スプラワンの。なんか墜落してんの、言う。これ多分タコなんだよね。こいつらなんじゃないかな。はい、タコが現れました。中ボスかな？中ボスってわかるかな？中くらいのボス。なんかそうな、ボスじゃないけど。ボスじゃないけど、はい、オッケー。いいね。あれ？アトリータの終わったのか。終わったのか。ナイス。
よし。次なんだ。次なんだ。あと3個だって。まだ行ってない場所は、こっち？ああ、カラストンビ部隊の当たり目指令じゃないですか。見つけた。夜間見つけた。頑張ろう。普通に頑張ろう。はい、よろしくお願いします。なんだこれ。スポンジか、スポンジボムか。オッケーオッケー、スポンジボムだ。やばいやばいやばい、危ねえ。うわ、なんかこの青の色が綺麗なんだな。よいしょ。スー。スー、オッケー。どんどん登るぞ。どんどん登るぞ、これ。はい。はい。来た来た来た。チェックポイント来ました。あ、タコボールじゃん。ね、これちょっとめんどくさいよな。ドキドキちっちゃくしてくるからさ。あれ当たるとね、スポンジちっちゃくなるじゃん。だから邪魔してくんな、タコボールが。来んな来んな。売れないとこでタコボールとかじゃん。大変だね。オッケー、倒せよ。やばい。体調が。体調が。もう気持ち悪くなってきた。ああ。みんな。ああ、ちっちゃくなった。絶対この下なんかあるやん。あ、イカロールできない。イカロールができない。もうイカロールが、ってしまう体になってるよ、俺。大変だ、これ。やめろ。やめろ。よし、渡り切ったよ。あぶねえ、死にかけた。なるほど。大砲ですね。大砲で、水作って倒して、オッケー。この先の子たちは無視。無視、オッケー。はい、電磁弾取っていく。ナイス。ナイス、ナイス。熱い。体が熱い。よし。あと2個か。あと2個どこだ？この真ん中は絶対ボスだよな。こっちじゃね？絶対こっちじゃね？はいはい、見つけた。オッケーオッケーオッケー、よろしくお願いします。完結戦だね。オッケー、どんどんいこう、どんどんいこう。チェックポイント、ほれ倒して。おーおー、めっちゃ狙われてるやん。俺めっちゃ狙われてるやん。降りる必要なかった。てか、完結戦こっからあるんだ、やっぱ。アスプラ1すごいな。アスプラ2ってすごいよな、なんか。ずっと、ギミック、昔からあるやつだったんだ。そうそうそう。新しいギミックも多分あると思うんだけど。見たことあるもんね、このギミックね。てか、スプラ1できなくなるのマジで悲しい。わかる？おお、すごいすごい、おお、オッケー、倒したよ。もうサービス終了って悲しいよ。これ本当に最後だ、俺やるの。このステージも。全部最後になるから、今ちゃんと残しとく、思い出用に。これ思い出です。俺の思い出。あ、ここ間違って悲しい。こっちかな？この完結戦上がるか。あった、ゴール見つけた。ナイス。よし、お水飲もう。いや、頑張ってますね。あと1個集めろと無茶振りをさせられているな。あと1個か。あそこだな。見えた見えた。ここだ、多分。どうせこういうの高いとこにあるんだよ。待って、この手裏剣のマークもさ、スプラ3-2にあるよ。ねえ、ギミックめっちゃ一緒だね。はい、来た、はい、来た。来た、来た、来た、来た。やってきたぞ。塗り塗りバーですね。これもう無視しちゃっていいやつだ。このステージもミステリーゾーンだっけ？スプラ2のミステリーゾーンにあったね。てかやりたいな、またミステリーゾーンのステージで縄張りバトルとか。
わ、懐かしい、なんか。甘い。甘持ったら生き残ることが甘くまーす。はーい。はーい、登ります。あー、落ちまーす。登れませーん。うわーい、はい、登っていくわ。これ、壊して。あ、なんか、この左端っこ空いてる。長子のレール。乗れる長い。うわ、すごい、気球だ。綺麗。長かったな。何もないけど、長かった。よいしょ。ぬりぬりバー無視して、おっとっとっと、危ない。危ない。はい。塗って、バレないようにね、いきます。OK。チェックポイント。爆風で壊し、まだぬりぬりバーですね。はい、最終か、まだか、長いな、ここ。なんかやっぱだんだん長くなったり難しくなったりするね、これ。どうした、はい、いいよいいよ、最終だよ。よし、やべ、やば、危ねえ。ぬりぬりバーを乗って前ミスすると OKOKOK、 はい、 OK です。これでボスまでいけたね。龍角散舐めるわ。すーごい汗出てきた。解熱剤が効いてるな。このまま熱治ってほしいな。びっくりした、38度5分って。関節も痛いの。なんか、インフルエンザみたいな。俺の体。違うけど。あれ、なんか飛んだ。すごい飛んだ。インフルやったらもっときついって、40度近く出るんですけど。ただ普通に体調が異常だったんです。なんだよ、体調管理がね、しっかりできてないんですよ、最近。なんか、寝不足で、睡眠不足なんだよ。今日もさ、熱出たから寝ようと思ったらさ、2時間で起きちゃってんだよ。多分頭が熱いから起きたのかな。来た。こんな話してたら来た。これボスだぞ、第2回目の。何これ、なんかピクミンで出てきそうだね。うわぁ、すごい。うわぁ、デベソだ、デベソ。見たこのデベソだ。この、デベソ攻撃すればいい。はい。ぐるぐるして、こうか。オッケーオッケー、デベソこいじゃん。なんか、スプラトゥーン3の、サーモンランドかな、おできに攻撃したやつかな、ジョー。いるね。まあ、かわいいね、もう。こんなキャラ3で出てくればいい。いくぜ！わーお！ 2 個あるでしょ、多分。え、てか、また足かわいくないこれ。かわいくないこれ。デビスどこ？あ、後ろにある。はい、デビス攻撃。よし、ナイス。これが2回目。大体スプラは3回だ。スプラもカービィもマリオも3回だ。任天堂のゲームは大体3回同じ靴を倒せば死ぬから決まってんの。うわぁ、3つ、デビソ3つってなんかやばい。なんかさ、モグラ叩きみたいなのかな、移動すればさ、あんまりそういうわけではない。で、おっぶね、でかそれ。4つあったわ、デベス。3つあると思ったら4つあったわ。ナイス。ほら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 。よーし、いいんじゃない。待って、龍角散舐めたらすごい楽だわ。喉はめっちゃ大事だ。よーし、よし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 。よし。え、めっちゃ綺麗、この黄色い状態、めっちゃ綺麗、これ。なんか落ちてるけど。そうか、あの隙間だったとこか。イエーイ！ヤバシ、へそ出し、タコツボドラム倒しました。ありがとうございました。これが、ステージ2のボスだ。ギギギ。ん？ギギ、当たり目。無線の調子が悪いようじゃの。それはともかく、お見事じゃ3号よ。引き続き、オーデンチナマズを探してくれ。ギギギ、倒しましたよ。ギギギ。はい、ナイス。これで、
新しいステージに向かうことができます。コンセント壊れた。ウェーイ。ちょっと全貌だけ見てくるか。見てくる。新ステージ、次の、ステージ3ですね。5まであるんだけど、わーお、でかい、いや、高い。ねえ、探すのが大変だ、これ。絶対探すのが大変だ。嫌だな。嫌だね。で、次回は、ステージ3をやっていけたらいいなって思ってます。今日はここまで。ありがとうございました。